ていきましょう。あーできた。大ちゃん、ゆうちゃんのインスタ映え研究所よっ。今日はですね、今見てもらった通り、肉ってその YouTube 界で再生回数あるじゃないですか。再生回数があるってことは、それもうインスタ映え的に言ったらインスタ映えするっていう意味なんですよ。そうだと思う。でそれに加えてですよ、ピザ、ピザ、ピザってインスタ映えするじゃないですか。ピザ見てください、脳みそで見てください。インスタでピザを上げてる写真、映えてますよね、やっぱりね。はいはいはい。でその2つを合わせちゃおうよっていうなんていうね、バカなことを言い出したお兄さんがいるんですよ。でツイッターでそんなことをつぶやいてるお兄さんがね、もうバカなこと言ってんなと思ったんですよ。思ったんですけど、グッときちゃったね。もうそれはやるしかないじゃん。そうだね。そもそもピザに肉ってサラミとかぐらいしか入ってるイメージないじゃん。そうだね。ステーキピザってあんまり聞いたことないと思うから。そ、肉の割合が多すぎるもんね。そうだね。そうだ、生地なしピザで肉でもうピザにしちゃうよっていうやつ。あ、生地が？もうそうなの。でこれ生地みたいになるから、ちゃんと筋を切ってあげないと、多分反り返った生地になっちゃうと思うから、生地は切っときましょう。生地は切っときましょうっておかしいか。パンの生地になるんだ。ピザ生地を肉でやっちゃおうよってバカなこと考えたお兄さんがいるんだよ。ほんと素敵なバカだな。料理好きなんだろうな。見てて楽しいんですよね、リュウキさんのツイッター。わかる、わかります、わかりますよ。これもピザ生地完成なんです。いや、もうちょっとですよ。もうちょっと生じゃやっぱ困るでしょ。困る。塩コショウしといて、なんか生地にもね、味をちゃんとつけといて。結構恥ずかしいぐらいに広げられた肉。何なんですか。映えとエロを勘違いしてないですか。映えと違うんだ。塩。あ、結構。こんな感じじゃないですかね。今のところはもう本当ただのステーキよ。油温めていきましょう。今日はオリーブオイルを使っております。これめっちゃ楽なのよ。え、この肉ピザ。ピザってめんどくさいでしょ、家でやれ。そうでしょ、家でやれないじゃん、思うじゃん。これはやれんの。見ての通り生地が肉だから、もういく。うわぁ、キレットで焼く肉っていいね。超いいな。これだけで映えてんな、やべ。これちょっとこう、あ、いいじゃん、いいじゃん。あと何やんの。もう実はカゴメさんから出てる濃厚仕立てのトマトソースっていうのがあるんですけど。何それ。これ塗ってチーズ乗っけてとろけたらもうおしまい。超楽でしょ。マジで。そう、これがすごいとこなのよ。すごいよ。だってこれなんつうんだろう、俺は本当正直なこと言っちゃうけどさ、おうおう、ピザソースってあるじゃん。ピザソースってある。自分でピザつけれるような、こういう感じのやつ。はいはいはい。なかなか美味しいのないんだよね。ああ、なるほど。いや、だからあくまでもうピザ風なんだよね。はい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 。でもこれはさ、ピザソースとは言ってないよ。うん、実はピザソースって言ってなくて、美味しければなんだってピザって、なんだっていいんだよ。ちょっと待った、ちょっと待った。うわー、キレットっていうのはすげえな。うちの中にはなかったで。北海道みたいだな、この肉。北海道ステーキ。いいよいいよいいよ、いい焼け加減。もうこれが気になって仕方ない。もう、それの段階よ。もうマジマジ、俺を大さじ2とか言ってらしたけど、あんま気にせず、あ、あー、いってた。あんま気にせず、やっぱ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 、うまそう。あ、ちゃ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 、もうこれ止めるしかない。そう、まどうじゃん。なにこれ、2つ切った上でこれチーズきますよ、皆さん。おめでとうございます。ありがとうございます。チーズもね、結構たっぷりにあった方が映えるもんね。やばー、これなんかちょっと、いやー、閉じないでよ、食べたい。もう見たい。待って待って、見たい。待って、来る。まだだな、まだいかん、まだいかんで、まだいかんで、ちょっと火入れよう。隙間から見えてるな、なんかうまそうなのが。見んじゃねえ、見んじゃねえ。見えきれん、見えきれん、見えきれん。なんとなくノブさんっぽいけど。じゃあいきましょう。あー、できた。こいつを全工程見てたのに、肉ピザになってるわ、ね、あれだけで。はい、こうして最後にパセリでも振ってあげれば肉ピザ完成です。ありがとうございます。
肉ピザだ。うわー、顔ブルブル、顔ブルブル、肉ピザが来る。これすごいな。これは申し訳ないけど絶対うまいだろうね。うまい要素しかないもん。そうなんだよ結局。だからこれさ、本当は達也さんがいたらさ、食べたいなって言ったんだろうけど、言うだろうねと思ってね、俺今ね、玄関の方見たらいたんだよ。え、肉の時あの人いるの？絶対なの。マジで怖い。なんか鼻息だけ聞こえるんだけど、挨拶より先に鼻息聞こえる人いる？豚ぐらいでしょ。豚なんだよね。うまそう、マジで。いただいちゃいましょうか。実は糖質を使ってないピザになるので。マジか。ダイエッターの方におすすめですよっていうピザ、どうぞ食べてください。いいな。あー、チーズ伸びちゃう。伸びチーズ伸びちゃう。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとわかんない。ちょっと、もう見えないようにして。どういうこと？チーズ持っちゃったし。美味しく食べて、美味しく食べて。気持ちが美味しくないと。いただきます。肉ピザ。いや、それを作ったんですよ今日。本当なんだけど、新メニュー、新メニュー、肉ピザだ。ステーキが肉ピザになってるかとか、そうじゃない。肉ピザっていう新メニューをリュウジさんが世界に生み出した。超うまい。あ、ちょっとテンション高い。作った俺よりテンション全然高い。うわ、めっちゃうまそう。肉何にも言えない。食べるしかわかんないよ。言いたいわけでしょ、つまり。そう。チーズたっぷりのところ。じゃあいただきますよ。いただきます。うまっ。トンテキ、トマトソースチーズっていう、だから肉メインじゃないんだよってことだよね。そうなの。そのソースメインなんだよみたいな感じ。上これだってさ、ソースとチーズとパセリだけなのにさ、だけピザ感ある。これだ。それやばいな。濃厚。こいつはうめえぜ。え、肉界の人にも食べてもらう？もったいないけどね。達也さん余裕ありますか？余裕あ、全然あるよ。大丈夫？大丈夫？余裕全然あるよ。喉の調子がおかしい。よかったら肉界の方にも。うまいの？俺はすごくうまかった。なんか怪しいんだよな。肉にそんな加工入れちゃうっていうのがもう怪しい。肉そのものの味を使わないっていうのは怪しいんだよ。怪しい。でも肉ピザだと思って食べてほしい。そう、今日作ったのは肉ピザです。味付けとか。そうだな。すいません。肉に対して。一口でいいんだよ。すいません。すいません、お願いします。食べるか？お願いします。すいません、お願いします。一口でいいんだよ。変わり身早い。これはすごい。うまいよね。ピザ。そうなんだ。そうなんだ。肉界じゃないんだよね、あんまりね、多分。ピザ界だ。そう。そう。そうなんだよ。ピザトーストって家でやるじゃん。多分みんなもやるんだよ、ピザトーストって。それのパンのところを肉と思って食べれば、もうそれ。でも、ピザトーストの時ケチャップ使ってるでしょ。私は本日は、カゴメさんの、濃厚仕立てのトマトソースっていうのを使わせてもらった。ここにいたらいかん。絶対に買わさせられる。最高や。何番それ？どっち？何番？ちょっと待って、どっち？何番それ？一回かいいし。いや、これは美味しかったです。いや、さすがリュウジさん。そのソースを作ったカゴメさんもすごいですけど、俺をこういう料理にしたっていうのはもうリュウジさんのお手柄だと思います。さすがでした。よかったら皆さんもすっげー簡単なんで、よかったらやってみたらどうでしょうかっていう動画でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったなと思ったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。おーい、こっちだぞー。助けてくれー。そんな人